ペトロビッチや両親は、ロシアのレーシングドライバーであり、2010年のフォーミュラルの3.5チャンピオンである。日本のメディアやテレビ中継では、英語表記に従い、ミカエル・アレシンや、ミハイル・アレシンなどと表記されることも多い。1996年から2000年までカート。2001年以来、彼は、様々な国際的なフォーミュラカーシリーズに参加。 2007年4月14日、モンツァでのフォーミュラルの3.5シリーズシーズンのオープニングラウンドで優勝したとき、彼は主要な国際シングルシーターレースで優勝した最初のロシア人ドライバーとなった。2007年の GP2 シリーズの第2ラウンドでアートグランプリのミハエル・アメルミューラーの代役を務め、ビタリー・ペトロフに次ぐ2人目のロシア人となった。 彼は2008年も FR3.5 に止まり、レースに勝てなかったにもかかわらず、これまでのところチャンピオンシップで最高のフィニッシュを果たした。2009年に再開された FIA フォーミュラに選手権に参加し、15号車を運転。彼はシリーズランキング3位に入り、オッシャースレーベンで一勝を挙げた。アリオシンはカーリンでジェイクロゼンイグと組んで2010年シーズンに フォーミュラルの3.5に戻った。彼は3回の勝利を収め、シリーズのチャンピオンになった。彼は、アブダビでのヤングドライバーズテストで、ルノー F12011 年、F1 ドライブには、自信があると述べたが、機会は取得できなかった。アリオシンは、カーリンと共に2011年の GP2 シリーズと、GP2 アジアシリーズでドライブを続けた。これは、 チームのカテゴリーでの最初のシーズンであり、2007年以来、シリーズでのアリオシンの最初の試みである。彼は、以前に、カーリンの K フォーミュラで雇用されていたマックス・チルトンと提携していた。彼は、メインシリーズに出場する予算がないことを発表する、前に、技術的な問題に悩まされながらも耐え、今後は、ATS フォーミュラ3カップに戻る予定であった。しかし、彼は、 その後、カーリンとの土壇場での一時的な GP に契約を獲得したが、トルコでのシーズン第1ラウンドの予選でクラッシュし、両手の中手骨を負傷して、レースを欠場し、カタロニアでオリバー・ターベイに交代した。8レースの後、彼はハンガロリンクでカーリンに戻った。モンツァでの最終戦では再びアルバロ・パレンテに交代し、32位で総合順位で最後に終わった。 2014年、アリオシンは、シュミット・ピーターソン・モータースポーツとともに、インディカーシリーズでレースを始めた。2014年のインディカーシーズンの最終レースの、フォンタナで、アリオシンは、レース前に、プラクティス走行をしていた。アリオシンは2マイルのフォンタナトラックのターン4にいた。事故が発生した時、マシンは200マイル以上で走行していた。アリオシンの7号車は、 カブのエプロンをクリップする前にトラックを低く走行していた。これにより車は不安定になり、その後スピン。チャーリー・キンボールは目の前で滑ったアリオシンの車に反応する時間がなく、スピードの落ちないままアリオシンに激突した。衝撃は両方の車を外側の擁壁に送り込み、そこでアリオシンの制御不能な車がキンボールの上に跳ね上げ、ノーズが キャッチフェンシングを突き抜けて、フェンスの外に飛び越えた。その後、アリオシンの車は、車の破片がヤードに散らばり、キャッチフェンシングの大部分が引き裂かれたため、トラックに戻った。キーンボールは、自分で車から降りることができたが、アリオシンは、危機的な状態で病院に運ばれた。7台の車が、下から回転し、私は本当に行くところがなかったと、キーンボールは証言した。 一方、アリーシンは、脳震盪、肋骨骨折、右鎖骨の骨折、胸部の怪我と診断された。2007年のフォーミュラルノ三3.5シリーズシーズンのドニントンパークラウンドでカーリンモータースポーツのために運転しているアリーシン。モスクワシティレーシングショーでレッドブル RB2 を運転するアリーシン。フォーミュラル脳3.5シリーズ GP2 シリーズ GP2。 アジアシリーズ FIA フォーミュラ2選手権、インディカーシリーズインディアナポリス500、ヨーロピアンルマンシリーズ FIA 世界、耐久選手権、ブランパン GT シリーズ、耐久カップルマン24時間レーススパフランコルシャン24時間レース。ありがとうございます。